どうも斉藤紳士でございます。さあ、なんかミステリーを書こうというふうに思って、まあ、今プロットを書いております、はい。でね、ミステリーを書いてみよう、ね、ちょっと楽しいです。普段やらない作業なんで、どうやって殺そうかなとかね考えます？あんま考えないでしょ。どうやって殺そう、どういうふうに殺そうまともな人間が考える悩みじゃないんでね、ちょっと楽しいなと思いながらやってるんですけれども、じゃあせっかくなんだから目標がもちろんあった方がいいということで、じゃあミステリーのショーに送ってみようかなというふうにもちょっと考えております。ただ本当に全く何にも知らないのでちょっと調べました。ミステリーというふうに区切ってですね、ちょっとどういうショーがあるか、まあもちろん僕が今日言ったもの以外にもあると思います。そういうのはぜひ教えてください。僕本当に何も知らないんで。で、僕が思ってたショー、実は松本清張ショーっていうのがありますよね。てっきりこうミステリーなのかなと思ったら、講義のエンターテイメント小説ということで、別にミステリーには限ってないということなので、今回は、紹介はしませんね。そういうそのエンタメですとか何でもありですみたいなのはちょっと省いてます。とりあえずミステリーに限ってちょっと、いろいろ調べてみました。とりあえずね、まず最初にヒットしたのがこの草原でいいんですかね、草原ミステリー短編賞という、はい、賞がございます。こちらはですね、締め切りが2024年3月31日。まあ、つまりもう今年のは終わっちゃったということですね。はい。400字詰めで30から100枚ということでございます。はい。まあ、チャレンジするなら、まあね、短いですから、ね、最初書くにはいいのかもわかんないですけども、まあちょっとさすがに1年後ということなんで、この章に今から向けて書くということはちょっとないかなというふうに思っております。はい。続きましてですね、第34回鮎川哲也賞というございます。はい。これはですね、2023年10月31日ちょうどよくないですか、10月の終わりちょうどいいです。はい。これはですね、360枚から650枚ほう、結構な量ですね。今まで書いたことはありません、そんなに360枚も。はい。賞金の方がですね、なんとこれ珍しいですね、大体何百万とかね、何十万とかなんですけども、賞金はですね、印税全額だそうですすごいですね。売れりゃそれはもうやったーってなもんでしょうけども、全然売れなかったらね、なんかあった方が良かったなってなるのかもわからないですけども、これ面白いですね。鮎川哲也賞、はい、ちょっと頭の片隅に入れておこうというふうに思っております。はい。続きましてですね、このミステリーがすごい大賞、はい、これちょっとねややこしいんですけども、このミステリーがすごいっていうのもありますよね。それってなんか寄刊されてる本の中からなんか選ばれるんですよね。今年の一番すごかったミステリーはこれだみたいなので、年末にやるのかな、ちょっとわかんないですけど、要はその1年間のをやるわけですよ。このミステリーがすごい大賞っていうのはまたちょっと違うらしいんですよ。これは公募型らしいんですよ。だから我々が送ってもいいらしいんですよ。はい。で、これはですね、2023年5月31日締め、ちょっと今から間に合わないかなという感じですけどもね、40×40 で100枚から163枚、結構ですね。で、なんと賞金がすごいんです。ここ1200万円、うそ1200万、 M1 より上ね。これもうちょっと早く知ってたかったなと思ってます、今。はい。もうちょっと早い時期からここ知ってたらここに向けて書けたんですけど、ちょっと今から5月の末は厳しいなというふうに思うので、はい。でも素晴らしいですね。来年とかちょっと頑張ってみようかなと思いますけど、はい。そして、続きましてですね、日本ミステリー文学大賞新人賞というのがございます。これはさらにもっと早くて締め切りが5月の10日ということなんで、まあ、これもちょっともうね1ヶ月切ってますから、無理だと思います。350枚から600枚、で、賞金のは500万円ということです。はい。そして最後に紹介するのがですね、江戸川乱歩賞ね、講談社の、これは大きい賞ですよ。こちらはですね、2024年の1月31日、ちょっと期間ありますね、まだね。今から行っても、まあ大丈夫なんじゃないですかね。で、350枚から550枚、賞金の方が500枚。やっぱりね、賞金の額がぐっと上がりますよ。純文学の賞なんて、やっぱり賞金の額はね、
一番高くてスバルの100万ですから、だいたい50万ですか。そう考えるとね、10倍ということですから恐ろしいですね。やっぱでもそれだけ売れるということなんですよね。はい、これ以外にもあるぞというのをね、ちょっとありましたら僕のね調べなんで、あくまで、はい、教えていただきたいなというふうに思います。まあどれかに向けてちょっと書いてみようかなというふうに思ってますので、何卒応援の方よろしくお願いします。はい、というわけで今日は以上でございます。どうもありがとうございました。